もレッスンお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。みんな、この後って時間あるかな。この後は、私は大丈夫よ。私も大丈夫ですよ。自主練ですか？あー、うん、自主練といえばそうなんだけど、あのね、お渡し会の練習をしたいの。お渡し会の練習？私、アドリブが苦手だからさ、みんながいろんなお客さん役になって私とお話ししてほしいの。なるほど、あやさんらしい案ですね。やってみましょう。自分も練習しておきたいです。それじゃあ次は私がお客さん役ですね。こんにちは、あやさんに会いに来ました。こんにちは、今日は来てくれてありがとうございます。今日はどこから来てくれたんですか？フィンランドです。あやさん大好きです。フィンランド？遠くからありがとうございます。あと大好きって言ってくれてありがとうございます。今度フィンランドにも来てください。ありがとうございます。あやちゃん、途中からありがとうございますしか言えてないわよ。あやちゃんっぽくて面白かったけどな。そういう面白さはいらないよ。あやさん、本番まではもう少し時間がありますし、一緒に練習しましょう。自分ももうちょっとスムーズにお話できるようになりたいですし。うん、ありがとう。ちいさとちゃん、一緒に帰ろう。ひなちゃん、お疲れ様。他の3人はまだお渡し会の練習？そうみたい。練習しなくたってその場のノリで行けばいいのにね。それができる人とそうじゃない人がいる。それがひなちゃんは楽しいんでしょ。まあ確かに。そっか。あ、ココロちゃんからメールだ。ひなちゃん、ココロちゃんと仲が良かったのね。うん、私たち学校は違うけど天文部同士なんだ。たまに一緒に部活やってるんだよ。そうだったの？初めて知ったわ。確かうちの学校の天文部はココロちゃんしかいなかった気がするけど。うん、私の学校もそうだよ。部員は私一人。そうだったのね。たまに入部希望者が来たりするんだけどさ、こないだなんて見学するだけして私のことよくわかんないからって断って帰っちゃったの。まあひなちゃんが相手ならそうなるかもしれないわね。それ前にお姉ちゃんにも言われたな。っていうかさ、見学の人私のことよくわかんないって言ってたけど、私だって他人のことなんかわかんないよ。私なんかあやちゃんすらよくわかんないのに。でもひなちゃんはわからないからこそ楽しいんでしょ。そうそう、やっぱり千里ちゃんは話が早いよ。誰？うん、そうだよ。握手？うん、いいけど。私のファンなんだ。私のどういうとこが好きなの？ファンだから私に話しかけてきたの？ねえ、ファンの人って他の人もこういう感じなの？ううん、全然怒ってない。むしろ面白くって気になって楽しい。ひなちゃん、よかったわね。私ファンとかってよくわからなかったからすっごく面白い。あのすみません、声をかけていただいてありがとうございます。
こういうところ、こういうところってどういうところ？ひなちゃん、そろそろ。あ、そうそう、あのさ、あやちゃんのことってどう思う？あやちゃんってあたしと真逆じゃん。あやちゃんのことも好き？ひなちゃん、私たちそろそろ次のお仕事があるから行きましょう。これからも応援よろしくお願いしますね。ファンの人って面白いね。なんで急に話しかけてきたんだろう。それになんで私のファンなのかよく分かんなかったし。お渡し会にはそういうあなたがまだ知らない他人がたくさん来るのよ。そっか、なんかがぜん楽しみになってきたかも。うってする。早くお渡し会にならないかな。ひなちゃんなりに興味を持ってもらえてよかった。でもこれはこれで大丈夫なのかしら。